どうも、ゆうじです。はい、今回は明日がレースということで、僕がいつも大会に持っていくものを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではもう早速やっていきましょう。まずね、レース用水着必要になるので、こちらからいきたいと思います。僕は今、アリーナの水着3着着ているんですけど、アクアフォースの CP、硬いやつ。で、カーボンエア2、めちゃくちゃ柔らかいやつ。これが最近なんか好きになってきました。昔はね、硬いやつの方が好きだったんですけど、最近はこの大会の時はこれを着てます。で、ずっと履いているライトニング、まあね、これ安かったから買ったっていう感じなんですけど、硬さもちょうどよくて動きやすいので結構使ってます。で、アリーナの、グローブ、水着を破らないために使うものなんですけど、黒って結構良くて、なんかまあかっこいいので、ちょうどねこのアリーナのグローブ黒を使って僕は着替えてます。はい、じゃあ奥の方に進んでいって、アリーナのシリコンキャップですね。なんかすいません、あのシリコンってこうやってホコリがついちゃうんで、僕が決して雑なわけじゃないんですけど、このシリコンキャップで、大会の時は、コブラウルトラですね。このゴーグルケースも今はないらしいですけど、スピードですね。これいつ買ったかな、結構前から使ってるんですけど、まあね、大会用ゴーグルはちょっと少しでもね傷をつけたくないので、こうやって使ってます。で、大会の時だけ使うメッシュキャップはアリーナの、アリーナのじゃないわ、エクスカリバーキャップのこの黒金バージョン、黒赤バージョンが最初作ってたんですけど、黒金バージョンのメッシュキャップですね。で、この練習というかウォーミングアップ用はエクスカリバーのフェムタオル、あとはエクスカリバーの V タフスーツ、カスタムオーダーしました。カスタムオーダー興味ある方はぜひやってみてください。で、このスウェーディックスですね、僕がもう動画内で散々言ってるスウェーディックス、ゴム紐はソルテックを使ってます。これはアップの時に使ったり、まあレースでも使うことあるんですけどね。で、最近はこのシリコンキャップ、まあ黒とか白とかあるんですけどね、僕赤が好きなんで赤が入ったこいつを最近使ってます。で、プルーフバッグ、ミニサイズ使ってます。これはブログの方でも紹介はしたんですけど、プルーフバッグね、濡れた水着とかを入れるために使ってます。で、盛り止めね、これ多分皆さんが知ってるやつはもう一個の方だと思うんですけど、今回はこれを使ってみました。ビューなんです。これね、スプレータイプでワンプッシュで適量出るんで、いつも皆さんが多分使ってるギュルって出るやつのね、こう塗りたくるタイプではなく、ワンプッシュで出るんで、初めて買ったんですけど、結構使いやすいと思っておすすめします。概要欄にリンク貼っておきます。で、これはですね、一応ね、バンドが2つ、大会の時とか体を動かす時にまあ使ったりするんですけど、バンドね、普段からやった方がいいんですけど、本当は大会の時はちょっと体をね早く動かしたい時とかにこれを使ってやってます。で、一応持ってってるんですけど、僕これあんま使わない、スイムジャック、着替える時に高速水着かなり締め付けがきついので、スルッと履けるようにするスイムジャック、アリーナのやつ一応持っていってます。まあね、万が一のタオルになったりとかするんですけど、タオルはね大判のやつ持っていくんでいいんですが、これがバスタオル、中京時代からのやつをずっと使ってます。で、最近はなんかプールサイドに行くとき、自分のなんかマスクとかが入れなきゃいけないとか、いろいろマスターズの大会だと ID カード、 ID カード入れもあるんですけど、 ID カードを入れないといけなかったりするんで、念のため、の念のため、まあね、チーム内のメンバーが忘れたとき用に、一応ね、このなんか入れる袋を4つほど持っていってます。ただ最近はね、このロゴがでかいとプールサイド持ち込み不可とかなるんで、これじゃなくて、まあ、これギリかな、これは僕が作ってる、まあ、エグゼ、自分のジムのロゴを入れたやつで、これは無地のメッシュ巾着っていうのかな、なんだろうね、を使ってます。これは ID カードで、我が2019年のやつと、これはね、いつなんだろう、誰かがもらったやつ、 ID です。で、こっちに行っていくと、ダイヤモンドシリーズの、あ、すみません、なんか洗剤かすって汚いやつ、ウェア、明日着ていくやつを用意してます。アンパン、ウィンドベーカー、
セットアップと、シャツ、T シャツと半パンですね。全部あります。これはね、いらないんですけど、朝書いた時用に一応持ってて、で、イヤホンね、今あのノイズキャンセリング付きのやつをずっと使ってるんですけど、イヤーファン、Amazon で、レビューが高かった、で、ノイズキャンセリングがあって、2台通信できる、2台接続ができるってやつを選んだ時に、イヤーファン、エアプロ3、なんだったの、これも概要欄に貼っていきます。前はアンカーのリバティエア2プロ使って全然良かったんですけど、バッテリーがへたってきたので、まあちょうど値段も安かったし、半額ぐらいの値段ですね、エア2プロ。まあでも全然問題なく使えてます。いいイヤホンです。で、これは化粧ポーチというか、一応ね、僕コンタクトしてるんで、コンタクトと歯ブラシ、昼飯食った時とかなんかザラザラすると気持ち悪いんで歯ブラシを持って行ってるのと、あとタッチするとすげえ爪が割れるんで、僕結構爪切りは持ってるんですけど、家はいい爪切り、まあいいって言っても1000円ぐらいのやつですか、高級爪切りを使うようにしてて、こっちは念のための爪切りを入れてます。で、化粧水、大容量のやつ、まあなんか大容量がいいのかどうかはよくわかんないです。ハトムギが並んでたんでハトムギしました。僕肌は結構汚いんでね、なんかいい化粧水だったり、いい何ですか、乳液とかあったらぜひ教えてもらいたいですね。はい、ストップウォッチ、まあストップウォッチといえばセイコーみたいなとこありますよね。ラップ取れるやつ、これね、開けとけよって話なんですけど、これです。はい、で、今行方不明なんですけど、マジやばいって感じで、僕結構大事にしてるのがパワーブリーズ、最近の大会で必ず使ってて、明日も持ってこうと思って今探してたらなくなっちゃってて非常に困ってます。あるといいな、パワーブリーズ。多分見つからないでしょう。袋だけでも用意はしたんですけど、なくなってました。で、これが明日の、まあね、住所が書いてあるんですけど、浜縄、これが大会用語、みんなの ID カードとか入れてるやつ。これはね、別にいつも持ってくやつではないです。これね、マッサージガン、ここのやつがいいかどうかわかんないですけど、この種類似たやつめっちゃあると思うんですけど、ナリのやつを使って買ったんですけど、実際はブランド名は違いましたね。このサイズ感めちゃくちゃコンパクトで、僕が前持ってたあのやつでかかったんですよ。箱もこの手のひら2個分ぐらいあって、パワーはすごいけど持ち運びが結構しんどかったんで、コンパクトなやつを改めて買いました。これはめちゃくちゃおすすめです。持ってない人は買った方がいいですし、今はなんかもうもっといいのがあるんじゃないですかね。背中を使えるようなやつとか、まあぶっちゃけこの平たいアタッチメントとマッサージが欲しければよくて、これはあんま使わないやつ、トリガー、このトリガーとんがったやつはあった方がいいです。これは結構使ってます。で、絶対持っていく飯シリーズは和菓子、今日はね、いっぱい買っちゃいました。あんこと三色団子、まあこれはいつも買ってる定番ですね。で、僕このコーヒーが好きなんですけど、ファイヤー、これなんか普通のやつより美味しい気がします。で、ポカリで、明日用意しますけど水を持っていって、まあおにぎり、いろんな味、極力ツナマヨは控えます。で、撮影器具とか三脚とか入れるんで、まあこういうね、カバンを持って行って、この中にあのレースで使わないようなものとか、すぐ取り出したいものは持って行きたい。で、これ、マット。あの、くるくるマットよりも最近このマット買ったんですよ。蛇腹マット。めっちゃいいですね。厚さがしっかりあるの方が、まあね、かさばるんですけど、衝撃吸収的に考えるといいのでおすすめです。これは100均のベルトで留めました。これは持っていくかどうか検討中なのがフォームローラーですね。これ Amazon のブランドのやつ買ってみたんですけど、ぶっちゃけトリガーポイントの方がおすすめですね。硬さといい、でかさといい、なんかトリガーポイントの方が使いやすかったです。で、これ100均の玉、これめちゃくちゃおすすめです。腰とかあの足の付け根、うん、腰もだし、まあ、お尻の筋肉をほぐしたり肩甲骨乗せたりするので、あとこの手頃な感じがめちゃくちゃおすすめですね。キャッチボールできるしね。
で最後こういう荷物を入れるのが僕はコールマンのウォーカー使ってます。一番でっかいやつ33だったかな、ね、これレビューが良くて買ってみたんですけど、まあ安かったしね、めっちゃ入るし背負いやすいので、うん、僕はリュックはこれをおすすめです。アリーナさんもねこういうリュック早く出してくれたらぜひ買いたいなと思います。というわけで今回はここら辺の僕が明日レースに持っていく道具を紹介していきました。明日は6種目、4種目がリレー、2種目個人、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。